どうも、花でございます。そして、ママですけれども、はい、今日はですね、すごい方がすごい方だよね。ちょっと来てくれております。この方、来ていただきました。どうぞ。この方、すいません、アリア。よろしくお願いします。アリアでございます。もぐみちさんです。すごいわ、ありがとうございます。すいません、お邪魔しちゃって。もう、すごい嬉しいです、実は先ほど、もこみちさんの方のチャンネルの、撮影が終わりまして、はい、まさかのですね、もこみちさんがトスをしてくるというですね。本当びっくりしたね。びっくりしました。ちょっと夕方来るはずが、この明るい時間帯、明るい時間帯に、うん、隣の昼ご飯ということで、もこみちさんがヨネスクさんをパクるというですね。ママが作ったお料理食べていただいて、いやもう美味しかった。いやいや、もう嬉しい、ありがとうございます。ごちそうさまでした。もう本当に嬉しかったです。その模様はね、もこみちさんの方のごチャンネル見ていただければという感じですけど、かなチャンネルではなんと、もこみちさんがそのお礼ということを言っていただきましたけども、もちろんでございます。ありがとうございます。もうね、気合を入れて、おちょっと頑張って作りました。はい、ありがとうございます。子供たちも、今待っておりまして、すいません、一緒に食べることありますけども、もちろんです、もちろんです。もう結構なボリューム持ってきてます、ね、あ、そうなんだ、はい、もうすごいね、やっぱり魚とかね、かっこいい食材がもうかっこいいもん。もうかっこいいね、うん、食材が、そうですよ、食材がなんかレストランになっちゃってるもんね。もこみちさんがかっこいいから、食材もかっこよく見れるね。確かにね、見える、本当だね、全て、うん、はい、じゃあいいですか、もう早速。すいません、はい、そしたらじゃあ作っていきますか、ね、いいですか、お願いします、はい、花輪チャンネル。なんか皆さん、なんか海鮮ものが好きだって。そう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 、そうなんですよね。これ金目鯛ですよね。金目と、金目は美味しいね。新鮮な、でそれと鯛と、鯛と、はい、タコ、タコ、うー、なんかトマトだったりとか、ホタテも、ホタテもありますし、でまたこういうこうね、今日はこう僕のお得意なハーブ、はいはい、これ、ね、フレッシュなものを、もこみちさんの匂いがする。もこみちさんフレッシュな匂い、フレッシュな、爽やかな、ね、アロマティックな、うん、はいはい、イタリア系になるんですけど大丈夫ですか。大丈夫です。全然大好き。何でも大丈夫です。じゃあよかった、作っていきますけれども、はい、はい、ありがとうございます。ちょっとお借りします。あ、そうそう、ママが手伝うんで何でも言ってください。本当、僕多分邪魔なんで、僕すごい座ってますんで、本当、座ってこう、邪魔になるかもしれないけど、うん、俺ちょっとこの辺で、あのお二人全然座ってください。え、いいの、え、もちろんもちろん、もちろん、本当にいいですか。いいです、全然全然、お客さんみたいな感じで申し訳ないな。いや嬉しい、なんかこんな見れるの、やだ。ちょっと緊張しますけどね。テレビでほら、いつも見てるじゃん、モコズキッチンで。うん、そうです。そう、目の前でこんな見れるってすごくない？ね、すごい嬉しい。試した時はあんま思わなかったけど、そんなことない。嘘です、そんなことない。試してくれてね、本当美味しかったけどね。すごいね。ちょっとホタテからいこうかな。おい、はい、マジでここちょっと特等席だな。特等席だね。リュウちゃんもリュウちゃんもリュウちゃんも見ようリュウちゃん見たい。あ、いいよいいよ、モコズキッチン見てる。あ、見たいよね。わかるわかる、すんごいわかるよ、あなたの気持ち。ありがとうございます。私も見たい。生ジップだ。いや、そこ置いて、ここに置いてたら生ジップいいと思う。ちょっとこれホタテを使ったね、簡単なやつなんだけど、あるものを使うと、とてもいいアクセントで、あ、そうなんだ、あるものを使うと、うん、ご飯と一緒でもいいし、これまたワインとかって飲まれたりして、ワインじゃないですか、ね、ワインとかね、合うんですよ、ワインね。とりあえずちょっとホタテが厚みがあるんで、半分に切っていくと、うん、子供がいるとさ、おしゃれな料理って作れないよね。うん、そうだね、だからね、嬉しい。でもね、結構シンプルですよ。もう切って乗せて、まあ、ソースというかね、そういうのをかけていくだけだ。これじゃあちょっとイタリアン的な感じですか。イタリアンですね。もこみちさんのチャンネルをいろいろ見させてもらいましたけど、はい、男性の人でもできそうな感じの料理多いですよね。あ、そうなんですよね。それが意外とね、皆様知らないんじゃないかなっていう。男の料理やりたくなりますよ。もうこれで並べちゃってます。ここにもう並べて、これももうすでに盛り付けてる感じなんですね。もう盛り付けてる。あー、これは綺麗ですね。私、紫玉ねぎってね、使ったことないんですよ。あ、なかなか売ってないじゃないですか、スーパーとかに。あー、でもね、最近結構ありまして。本当ですか。そう、やっぱどう違うんですか、普通の。ちょっとね、甘みがあるんで。へー、美味しいんだ。あと、シンプルな料理の時に、うん、こう、普通の玉ねぎよりちょっと映える。あ、ちょっとそうです。でも映えますよね、紫の色が、ね、色がね、やっぱりあるから。白じゃないからさ。確かに。
緊張しますよね、こんなね。みんな見てる中でね。慣れてるか。あ、そっか。1000食以上するんだよ。あれ2000円でしょ。まあでももう本当にやり始めて2000以上になります。2000以上です。でも最初は緊張しますよ。あ、そうですか。普通にお話しするよりはこう料理作業しながらお話しなんで。うん。で一人語りですよね。そう。寂しいですよね。それが大変になってます。孤独でした。孤独じゃないでしょ。スタッフさんもいるんだから。孤独じゃ。本当に一人じゃないからです。そっか。あ、それはどういう配置を。これはもうこうやってこう、こういうなんだスーパーじゃないんです、ね、でもそれもやっぱ一歩一歩とまた違うんですか。またちょっとね、あのいろんな角度から見て楽しめるっていう、こういうところですね。こういうところですね。こういうところ勉強なのよ、ゆうちゃん。私がポロ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 ってやっちゃうから。で、ここでね、よし、こんなのがあったんで、こういうこうブロッコリースプラウト、ブロッコリースプラウト、まあ、かいわれみたいな感じですよね。結構今、こういうの多いんですよ。で、包丁はもうあれですか、マイポー、自前の包丁で作ったんですよ。そうなんだ。オリジナルですか。オリジナルで実はちょこちょここういうの、作ってるのか。どう、やっぱ違うんですか。あ、これはね、なんか自分で一からデザインして型で、こういうのを作りたいか。買おうかな。ちょっと可愛くないですか。うわ、すごいおしゃれ。一気におしゃれ。こういうことですよ。こういうこと。でちょっとオイル、来たんでます。オリーブオイル。そう。あ、もう潤った。いいな。これツヤ出して。潤った。写真撮ってもらっちゃう。ツヤ出してあげて。でまだ終わったの。まだ。ちょっと跳ねちゃうかもしれない。はい、ちょっと。顔にかかってもでもね、あの肌にいいかもしれないから。どういうこと？あ、これでレモンを。レモンを近い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 。そう、これいいじゃん、近い。いやー、かっこいい。レモンも好き。レモンたっぷりがね、これ嬉しいんで。こんないっぱいかけるんだね。美味しそう。でもなんかめちゃくちゃうまそう。パラパラっと。あの塩もなんか美味しそうですね。ちょっと粗めの塩だね。胡椒。あ、ピンクペッパーって。あ、これ胡椒だ。いや、私これ作ったことないんですよ。生胡椒のやつ。これね、胡椒といっても実は胡椒じゃなくて違うんです。そうなんです。僕も最初ね、胡椒だと思ってたんですよ。これ胡椒じゃないんですか。これね、山椒とまた違って、また違って、美味しい。わー、綺麗。可愛くなった。色が入ってない。めっちゃおしゃれだ。おしゃれな味噌です。これだ。よかったらちょっとこれ一粒取って食べてみてください。一粒で。なるほど。あ、不思議なこう香りが香るね。美味しい。がすごい。もっとバーってくるのかなと思ったら全然、それね、山椒みたいにね、すごくないですね。香りがしてちょっとほわんと品がある。うんってね、私みたいな品がある感じね、ほわんって感じだよね。なんて作るって難しいですね、これ。いや、品がある。品ねえだろって言っても怒られちゃうし。あー、すごい。いただきます。やった、すごいおしゃれ。これ、まあこれホタテのカルパッチョ。ホタテのカルパッチョ完成です。二品目完成。やった。イエイ。二品目。はい。魚を使った料理ですね。魚大好き。魚大好き。ゆうちゃんも大好き魚。潰すとこうより香りが出ますので、ね、みじん切りとかにしてもいいんだけど、こう切っちゃうと。ちょっと面倒だったりするじゃないですか。確かに。じゃあ潰すぐらいがちょうどいい。そっか、それで香りがわーって出てきたね。へー、それをそのまま、このまま入れて、へー、これで香りをつけて、これたっぷりでいいです。オリーブオイルたっぷり。これ普通にこのライブやったら武道館生まれそうですね。武道館が生まれる。武道館見たいもんね。できますかね、武道館。異例のライブでね、料理だけって面白いですよね、うん、料理ショーとしてね、料理ショー。みんな腹減ってるかーみたいな。そうなんですよね。キッチンスタジオ武道館へようこそ。あ、お母さん、お母さんも、あ、お母さんも、お母さんもじゃあ見ます。ライブで特等席なんで、これ一席4万ぐらいするとこなんですよ。結構いい値段ですね。4万、いや、でも絶対に4万円で、絶対に4万円で、絶対に、あー、コミキさんできるよね。
魚入れていきます。はーい、きた。肉の上に、ちょっと皮の部分からね、こんがり焼いた方がね、美味しい。あとちゃんとこう焼いた方が臭みみたいな、取りますからね。身長どのくらい？あ、僕ね、186ある。186cm。 75くらい、4個くらい、はい、これちょっと入れると、あ、これ入れると多分80… 急にね、80くらい、昔こんなありましたけどね。いや、これアサリですね、これは。アサリです。アサリ入ります。うわー、いい色。うわー、いいですね。あー、いい。うん、これだったらもう材料シンプルだし、作り方も。ちょっと作る。これでハーブ。おー、これもハーブ。めっちゃ、うわー、めっちゃ、めっちゃおしゃれ。何これ。ね。超絵になる。ねえ、本当ね、超絵になるよね。味付けはもうハーブと塩と胡椒だけ。塩だけね。塩と胡椒だけ。あとこの後ね、バターを入れます。すげえ。いきます。うん、いいじゃん。入れて、ここで白ワイン。白ワイン、ね。まあ、そしてちょっと、もうちょっとコッションとしていく感じで、これでね、2、3分ぐらい、2、3分、うん、しっかり焼いてる。すごい、いい香り、いい香りしますね。すごい香り。お水も入れるんだ。お水も入れます。ほんのちょっと、これ今作ってるのは蒸し物なんですよ。アクアパッツァじゃないですか。アクアパッツァのアクアって水なんですよ。確かにアクア。あ、本当だ、アクアってあるよね。アクアパッツァ、水を入れないやり方も最近増えて、魚とか魚介だけの水分を入れる人もいるし、出てくるね、うん、水分で。パッツァは何ですか？パッツァは調べます。忘れちゃいました。じゃあ調べてくる。アクアパッツァ、パッツァってなんか魚介類になるかな。せーの、どっ、うぇー、おいしそう。何これ、やっぱすごいな。おいしそう。うわ、すんごくいい香りじゃない。めっちゃいい香りする。もうかけてあげて、かけてあげて。めっちゃいい香り。すごい、すごい。フリーズするぐらい、フリーズしちゃったら危険ですね。うますぎて止まっちゃうぐらい。止まっちゃったんだ。美味しい。ありがとうございます。ちょっと待って。どうした？何勝手に味見しようとしてんだ。でも分かった。チケットカメラ回ってないとかでやろう。ちょっとこれ我慢できない。一瞬だけちょっといいですか？いいです。ちょっとだけ。もちろん。あ、もうこっち回ってない。全然回してるよ。うん、めっちゃ美味しい。じゃあ、あれです。美味しい。なんかいろんな出汁がめっちゃ出てる。うん。アサリたっぷりで、絶対うまいね。いきましょう。すげー、いやー、これだ。このソースがめちゃくちゃうまいんだよ。めっちゃうまそう。やばいね。おいしそう。イエーイ、よいしょー。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ後ろに。おいしい。その完成で最後締めでちょっとかけてあげましょう。また風味が乗っかっています。美味しそう。次はパスタいきます。おー、来た。で、先にちょっと処理していくので、はい、食べやすいように、うん、切り込み入れちゃいます。
で、味の含みも良くなるので、うん、へー、ここからまた切っていきます。そこから、ああ、そう切るんだ。あ、そしたら柔らかく切って食べやすいように。へー、水分なんか天ぷらしてるの、どこだったよね。またちょっとニンニク使います。はい、やっぱニンニク美味しいもん。ニンニク、うちもね、よく使うんですよ、ニンニク、力出ますしね。うん、潰して香りを出す。え、そんな知らないの。潰して香りを出す、これが一番香りが出る。そしてたついにんにくを入れました。うん、ちゃん、それほら見て、すごい、うわ、すごい。これ足してもいいですか。うん、これでちょっとバジル使いましょう。バジル、バジル、うぃ、刻んで刻んで、うわー、うわー、いい香り、バジルの。バジルと合わせて、トマトペースト。ペースト、これでね、コクが出るんですよ。へぇー、トマトペースト。ホール状のやつ。うわー、ホール缶のトマトが入った。これでも潰して。うん。うん。なかなかでもこの量作ることもないんじゃないですか。あー、そうっすね。そうですよね。めったにないですけど、たまにこうケータリングみたいな。あ、あるんですか。ドラマとか。え、それやるんですか。すごい。これ向こうさん作るんですか。ドラマ？ケータリングか。前はなんかスペアリブにこう200本も買ったり。うん、それがコンソメ。コンソメ。美味しい。塩。胡椒を入れて。で、それかな。バター、うわー、やばい、やばい、すごいな、本当に。あ、パスタが、うわー、パスタ、いけ、これ、いけ、よいしょ、おお、うまい、それでも大好きだね。すごいな、ライバルじゃない。でね、なんか塩茹でとかもしたりするんですけど、はい、これはその自分はしっかりとしたソース、うん、味がしっかりしてるんで、まさに塩とか。あ、そうなんだ、はい、あ、そんなルールあるんだ。中にはもうこう入れちゃう人も塩、大事、私もスパゲティの時はもう絶対塩入れなきゃいけないみたいな、うんうん、例えばなんかペペロンチーノみたいな、オイルベースの時は結構塩味効かせたいから、あの茹でるときに入れたりするんですけど、うん、そっか。ちょっと量がたっぷりなので、うん、この中で、あ、そのまま入れちゃうの、ね、あ、確かに。なるほど。うわー、すげえな、これは。すいません、ほんと鼻分けなんで。うわ、うわ、うーわ、うわ、おいしそう。うわ、やばい、やばいでございます。これやばいですね。チーズ、あー、チーズ見て、うわー、なにこれ。すんごい削れてる。おい、ピロピロピロ、あ、たっぷりチーズ、たっぷりチーズ、やった、勝利。これでもかお願いします。うわ、やった、やば。一本決めました。正解一本。来ましたよ。決まりましたね。一本。やばいな、これ。すごい。美味しそう。これを。ソース。すげえ。ああ、すごい。これはダメだ。これダメだ。これやばいね。危険なやつだ。これはやばいですね。限界。いや。
さん、まだまだ。お、来た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 、おいチーズ。おいチーズで。おいチーズは、おいチーズ。そうやったね。チーズが生きてるよ。本当だ。ね、鰹節みたいにね。うわ、すごい。うわ、美味しそう。めっちゃうまそう。すげえな、やっぱもこみちさんは。すげえな、ね、マジですごいわ。かっこいい。これはすごい。できました。いやー、すごいわ。トマトパスタの完成。すごい。できました。よし、じゃあ食べよう。食べましょうかね。はい、はい、ありがとうございます。はなわチャンネル完成しました。やった、やった、ありがとうございます。すっごい、すいません。もう、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 すごくない？すごい、もう、これをさ、うん、短時間でバーって作っちゃうんだから。じゃあ早速、うん、ね、勝利君早くしてくれよ。じゃあ勝利君お願いします。はい、いただきます。いただきます。どれからいった方がいい？じゃあもう子供たちから、じゃあ子供が好きなものを飾ればいい。これで、うわ、美味しそうだな、しょうちゃんパスタ。でね、あとお好みでこうまたチーズになった。あ、チーズも、ホイチーズしていいんだって。チーズ入っちゃうけど、ごめんなさい。うわ、ほんと、やだ、美味しそう。ゆうちゃん、やったー、嬉しい。ゆうちゃん、これ食べる。アクアパッツァ、アクアパッツァ、入れてあげようか。大丈夫、これスプーンで下にあるあの、そうそうそう、スープをこうやって、こうやって入れなきゃいけない。で、途中でちょっと飽きちゃったら、うん、レモン切っといたんで、レモンかけると、はい、うん、まっ、うん、まい、やばやばい、マジで。めっちゃうまい。じゃあちょっとこれ、カルパッチョ行きましょうか。どうぞ、いっちゃってください。いいですか、いただいて、ちょっとお箸で。いただきます。はぁ、すごい、めちゃくちゃ美味しいですね。ありがとうございます。どうも、どうぞ、パスタ。ちょっとパスタ、これすごい興味があった。うん、うん、いただきます。うん、めっちゃ美味しい。うん、もう一口目から分かる、口に入れた瞬間から。いや、ほんとほんと、ちょっとやっぱペースト入れてるので深みというかね、コクが出てるんですよね。お店より美味しい。わー、嬉しい。ほんとにね、うん、辛くしたい場合は唐辛子入れちゃってる。あ、なるほど。唐辛子入れるだけで美味しい。めっちゃ美味しいよね。私タバスコかけたいかもしれない。あ、実際に買ってきたんで。え、本当ですか。いや、これ絶対真似する、私。あ、そうだ、あのパンだ、うん、パンとか浸して食べても、ね、あー、でも絶対そうかもしんない。めっちゃ美味しい。嬉しいな、すごい気持ちよく食べてくれる。本当に美味しい。ね、ね、どう、味どう。めっちゃうまい。めっちゃ美味しいよね、本当にね。めちゃくちゃ美味しい。本当やばい。マジでうまい顔ですね、これはもう、うん、これアクアパッツァ。アクアパッツァ、アクアパッツァ、私も大好き、アクアパッツァ。よし、またいっちゃいましょうかね。いただきます。すごい、うまみが魚の中まで染み込んでますね。ほんと、ほんとに美味しい。ちょっと2種類使ったっていうのもある。ああ、金目鯛とタイと、いろんな出汁が、うん、最高。これ専用ジョッキって一人が買ったんだよね。面白い、うん、うまっ。おいしいね。いきます。うん、うわー、うわー、やば、おいしい。これゴリゴリゴリって、なんかね、なんかスルスルスルスってね。あ、柔らかいんだ。めっちゃ柔らかい、優しくていい。めっちゃで、最後ちょっとトントンとか食べてあげると、あー、ほんとだ。おー、うまいね。おー、きれい。できてる、できてる、ふわふわだ。うまっ。全然力入れない、入れなくてもいい。入れないですよね。最後トントントンと、おー、うーん、おい、やった、できた。うん、うん、うまい、うん、おいしい。やばいね、ほんと。お父さん、食べ
ちょっと食べること忘れてましたね。なんかすごく嬉しくなっちゃって。なんか美味しいんだもん。なんかこっち夢中になっちゃったね。もこみさんのこと忘れてたね。いきます。うん。ソース入ってるかな、もこみさん。ソースあんま入ってない。言葉はいらないですね。めちゃくちゃ美味しい。いや、よかった。本当に美味しい。うまくできた。うん、最高ですよ。いや、よかった、美味しいって言っていただけて。だって本当に美味しいんだもんね。めちゃくちゃ美味しいね。なかなかこういう形でこう、うん、食べていただく機会ってもうこんなにない、ね。あ、そうですか。いや、もう今日最高です、これは。最高だね。最高の日になりました。いい思い出だね。本当です、もう。機会がありますからね。いや、また来てほしい。ぜひとも、またぜひよろしくお願いします。また。ということでございまして、今日はまさかの、もこみちさんとのコラボでございました。まだ食べてますけどね、めちゃくちゃ美味しかったです。ありがとうございました。はい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。